皆さんこんにちは、しだれ TV 石井亮介です。本日もアコーディアガーデン茅ヶ崎さんにお邪魔をして撮影をさせていただいております。今日のしだはこちら。なんかすごいシンプル。これはネクスジェン NS210 といって、ネクスジェンの8代目のモデル。8代目。うん、僕らが前回杉田で売ったのは何代目だったんですか？あれは7代目です。ネクスジェン7って書いてあったのよ。じゃあもうこれ要はこれが新モデル。ナイスボール、いい球。そうですね、ネクスジェン6、ネクスジェン7とかなりヒットしたんですけど、それの後継。ソウルデザインガラッと変わりましたね。ガラッと変わりましたね。なんかデザイナー別の人に変わりましたっていうぐらい変わりましたね。デザイナーは分かんないんだけど、作った人は変わってるはず。今まで桜木さんっていう方、はいはい、今回から変わってるはずです。ここに溝入ってるよ。なんか全部入りじゃないですか。ドローウェイト。早速石井プロにクイズなんですけど、はい、2年前に僕らがアップしたネクスジェン7ドライバーの動画、はい、どのくらい回ってると思います？それはわからないな。30万視聴。そこまでじゃないな。できたら下で外してほしかった。23万視聴。でもまあ、いやでもソウルデザインがちょっとあまりにもすっきりしすぎてるというか、おとなしくなりすぎじゃないですか。それは俺にはわからない。こんなにすっきりしちゃってなんか埋没しないのが心配。それは俺には分からない、うん、というわけでまだ発表前なんだけど、はい、ゴルフフェアで発表なんだけど、ネクスジェン8じゃない、ネクスジェン NS210 打ってもみようじゃないか、はい、そういう感じです。覚えてる7？だから僕が一切期待値がなくて、試しに打ったら良くて、どん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 ノリで乗ったら白岩さんが買ったっていうオチまでは覚えてます。よかった、ね、俺の仲間も一人一人買ってたよ、はい、そこまでは覚えてます。でもね、前作の顔とはちょっと僕記憶の中のあれですけど、後ろのこっちの長さというか、ここのシェイプがあのキャラフェのトリプルダイヤモンドみたいな、なんかちょっとこうちょっとチープがね、前回と違うんじゃないのかなっていうぐらいの記憶です。でもさすがですね、7までのネクスジェンは、はい、やっぱりこう後ろがそんなに出てなくて、ま、丸っこかったイメージですよね。振り切りやすさみたいなのを意識してるんだけど、これは割と心底重心感あるよね、うん、でもね、投影面積大きな形状、ここはカーボンクラブになっていて、まあ黒いんですけど、あの見た目がとっても綺麗で、あの僕これもう顔の第一印象は、あ、面食いな僕としてはいいよっていう感じがします。あれ一発目からなかなかいいじゃん。これなんかトランポリンみたいな、ポヨンポヨンみたいな、ちょっと不思議な打感ですよ。はいはい、例によってちょっとスマッシュファクターがちょっと出づらい問題っていうのが出てるので、最近トラックマン自体のスマッシュの計算効果が落ちたっていう噂もありますよ。それは確かにそういう問題もあるらしいんですけど、はい、確かにそうらしいんですけど、だけど補正入れずにコースでコースボール打ってさ、そこそこの数字が出るじゃないですか。 1.48 とかは出ます。だから多分 1.5 とか出てたのが 1.48 ぐらいになってるんだと思うんだけど、はい、そんな目が飛び出るこの 1.37 が出るようなあれじゃない、はい、はず。だからここで打つ打撃条件が大きいと思う。あの純粋にボールそのものの反発力が、そうだと思うよ、その今リミテッドディスタンスハードっていう計算値に対して、ちょっと合ってないんだろうな、うん、見てる人はちょっと物足りなく感じるかもしれないけど、僕は結構好きよ。ちょっと辛い方が、うん、いいんじゃないかなっていう気がします。まあね、なんかあの逆に 1.5 連発しまくってる下動画見ててマジかよって思うじゃないですか。持ってるやつはさ、ちょっとおっかないね、見ててね。まあね、現場でそんなに飛ばないからね。実際ね、例えばほらレッスンで使ってますけど、ハンズゴルフクラブさんなんかはボールが毎年ニューボールに入れ替わるんで、やっぱね、ボールの質高い、ほぼコースボールみたいなやつも出ちゃうもんね。ほぼコースボールだもんね、はい、だから補正入れると
本当にハンズだと 1.53、1.54 が楽しめるっていうですね、素敵な、ナイスボール、いいじゃん。僕、前作の、はい、ネクストジェンで、まあ、もちろんヘッドのクオリティも良かったんですけど、うん、記憶してるのはシャフトがすごい振り心地が良くて、シャフトがそんなにこう硬くはないんだけど、あの僕のパワーにもついてこれるし、ある程度こうしなり感も感じるしみたいな話をした記憶がね、うっすらあるんですけど、すいません、もう2年も前のことなんで私何も覚えておりませんけど覚えてないんですただネクストジェンシャフトがすごい特徴あるのはワンフレックスで、はい、RSRS がない、ワンフレックスのEIF シャフトかな、 EIF シャフトっていうのが使ってて、で今回もそういうことですよね、 EIF って。さらにさらにこだわって作った新しい EIF シャフトらしい、はい、だから、まあ、NS210D って書いてますけど、何が違うかちょっと感じてほしいよね、石井プロに。結構ねしなやかに今回のやつ動く気がします、前作よりも比べて、あのシャフトがこう走るっていうか、たわむと違うな。でもねシャフトの外側は結構硬いっていうかしっかりしてるんで、中は動いてくれるんだけどちゃんとそのカバーはあるんで、あの変な挙動はしないっていう。シャフトは仕事するけど暴れる感じはしない、いいバランスなんじゃないかなと思います。すごいタイミング、すごいいい球ですね。あれこれなかなか期待できるわ。あと、僕今ちょっと画面見てびっくりしたんですけど、はい、46で振ってる感覚は全くないです。イメージ 42.3 で振ってる感じなので、あのね、はい、一応このコンセプトは自然とタメが作れて、はい、でシャフトの左戻りでスピードやパワーが出る、はい、あなたのポテンシャルをもっと引き出すっていうのがそんな感じ。本当に42、3子で打ってて、あれなんか42、3子ばっかりで打ってたらダメですから、そろそろ上げに行きま上がってるじゃんみたいな感じです。プロのよ、あのね、だから合成の、はい、合成比っていうのかな、はい、ということと先端中間の合成のこう結構普通じゃないぐらい結構はっきり合成を出してプロのようなためができて、でもしっかり押せるみたいな、キックバックを生かせるみたいな、そんな話になる。だってこの EI って要はいわゆるシャフトの EI1 なの EI ですよ。あ、分かんねえな、じゃあ F が何か分かんないべよ。 EI フリーみたいないいね、 EI フリー勝手に。じゃあちょっと落としますよ、ごめんね。僕42、3種のつもりが46になっちゃってるんで、ちょっと40のつもりで。40の人あんないい球打たないよ。43です、これだから40のつもりで本当そんな3メートル伸びたらいいね。本当にえ、どういうこと。じゃあもう一回、じゃあこの3… なんかプロモーション動画みたいになったぞ。38ぐらいで、うん、40点。僕が思ってるちょっとずつちょっとずつ早いんですよ。へー、いい話。プロモーションだってする必要がないです。だって何ももらってないし。何もやってない。まあ俺でもゴルフパートナーの動画 のナレーションの仕事とかしてるから。いつも小山がお世話になっております。ありがとうございます。知ってる人は知ってるけど、俺20年前にの OB だからさ。いや、それは 僕も OB。 いやいや、その話は秘密にしないといけない。今の話はなか聞かなかったことにしてください。ナイスボール、いい球。打感もあのなんだろうな、弾いてる感じはあるんですけど、柔らかさもありつつ、結構僕これ好きな感じの打感です。なんとこのクラブベータチタン採用らしいですよ。あの、ね、禁断の素材すごいね。人んちのキャッチコピーをすごいいいよ。本当当たった感触。あのね、うん、水野が使ってるベータチタンじゃなくて、はい、あのね、多分ヤマハのリミックス VD とかのフェアウェイウッドで使われてるベータチタンだと思う。確か。顔もすごいだ、綺麗だし、でこれでもしかしてお値段がすごい安いんですね、きっとね。安い安い。確かね、6万ぐらい。定価というか上代が、うんうん。安い。明らかに安い。いいじゃないですか。いや正直、うん、このシャフトもいいし。うん、あんまり力んで無茶振りしなかったらこれであのそれこそ2022年話題のガイブラにも戦えるんじゃないですか。ポテンシャル引き出せそう。
で前作よりなんか球が強い感じはするんですよ。だからヘッドスピードも落としてるとボールがあんま浮かないんですけど、これロフトって 10.5 ですよね。はい、カチャカチャでこれ増やせるんですか。今ねちょっとかぶったよ。減らそうと思ったんだけど増やしたいの。いやヘッドスピードこの速度帯で打ってるとちょっと浮かない気がするぐらい。ということはちょっと低スピンで球飛ばしたい方に振ってるのかしら。いい球。これぐらいが多分いっぱいいっぱいですよね。41.3。はい、いやこれでもいいよ。そうかそうか、対象ゴルファーはちょっとやっぱり若干遅めの層だもんね。でスピン量も極端に減りすぎることもなく、ほどほど安定。そうそう、いいスピン量も言いたい。みんななんか2000回転がいいとか2200がいいとかって言う人多いんですけど、ヘッドスピードによるからねっていうことを本当にこれ声を大にして言いたい。40とかだったら2500、600で全然問題ないので。俺あんまり言いたくないんだけどさ、だからアンチ試打室で計測してフィッティングするののアンチだからさ、はい、俺計測器で計測することすらさ最近はよく思ってないけど、試打室の飛ぶドライバーってこんな球っすよ。やりすぎちゃったああいう球ですよ。ああいうのもう一回やって、こういうの延々ランが出る。そっからランがタカ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 タン出るみたいな。50出るかな、もっと出るかな。トラックマン辛いからね。でもランが40も出るかって話。40出るよね、はい、40でこれでちょっとインサイドアウトのアッパーかちょっとドローフックかけてこういうですね。多分これもランが30、40出るんじゃないかな。ね、30出るでしょ。こんなラン出ないよ。こんな球じゃゴルフになんないって言いたいところなんだけど。いい球ですよね。マーク金井さんは結構あんな球打ってるんだよ。だからマークさんでも僕ご一緒した時にフェードドロー本当にマイホール打ち分けてましたし。あれすごいでしょ、はい、ティーアップ変えてさ、はい、全部打ち分けてる球を操ってる、ね、一緒にご一緒した時に必ず僕より先にマークさんが打つんで、もうまるで俺のラインについてこいみたいな感じで、わかりましたと同じラインに全部打ってきましたよ。何もあそこまでっていうぐらい曲げるからね。もっと極遅で打ってみます。はい、でもねごめんなさい、本当に真面目な話、45なんかで振ってる感覚はゼロです。すごいじゃん。45って本人だって45ったらもうこれぐらいで振ってる感じですよ。作った人喜んでると思うよ。いや石井さんに評価してもらって、ヘッドスピードが速くなる。極遅がいいですか。極遅で35ぐらい。はい、嬉しいよ。俺も OB だからさ、石井さんに評価してもらってさ。35ぐらい。36ちょっとドロップしたね、ちょっと先。2000回転になっちゃった。やっぱりちょっと打ち出し確保しつつ低スピンで飛ばしたいっていう意図がちょっと見えますな。あー低スピンだ。39。音もなかなか程よくいいですよ。いや音すごい、むしろこれいいですよ。カーボンクラウンで、はい、見た目は正直な、まあ、何の変哲もないって言い方したら失礼ですけど、だいぶ失礼、ね、そんなに派手なこう目を引くねデザインじゃないと思うし、場合によったらデザインだけ見たらゴルフパートナーオリジナル初心者セットみたいな感じの中にいてもおかしくないような佇まいなんですけど、うん、打ってみるといよいよちゃんと考えられて作られてて本格的な感じですよ。結構ね PB が真面目なんですよ。ボールも評判いいでしょ。むしろね本当ね、ここのヒールのこのね盛り上がり方はね綺麗。2年前のシダ動画さ、俺らちょっとなんか舐めてたみたいで、コメント欄にネクスジェンを舐めてる感じがしてすごく気分悪いですっていうコメントがちらほらあったからね。舐めてるわけじゃないんですよ。そう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 、驚いたらその事前期待が低いことすら気に入らなかったみたいで。そうね、俺たちのネクスジェンをみたいな。歌までありますからね。カラオケに入ってるんですよ、はい。あれ社内で一悶着あったらしいけど俺は好きだぜ。ヒーローソングみたいですね、うん、明るさがネクスジェンだよね。すごくいいと思うよ。ナイスボール。
いや、とてもすげえ早く振ってんじゃん。とってもつかまりもよく。あ、でも弾道になってんの？ちょっとその辺わかんないけど。じゃあ、ただ 1.3 なんだ、理由がわからない。だから何なんだろうね。1ぐらい、 0.1 ぐらいミート率足していただけますか。ちょっと脳内で。え、ヘッドスピードが計測器で速くなっちゃう何かマジックがあるとか。ああ、今でも同じ条件で僕たち撮ってるから、トラックマン同じです、ボール同じですって打ってるから 50.8 すごいね。そんな出る？そんな感じじゃない、本人的に間違いなく。でも僕が思ってる本人のヘッドスピードよりも速いです。で、ずっと捕まってます。あの、右にプッシュしたのはあっても、そこから右に曲がってる感じはほぼないし、ずっと軽いドローだけど、左に巻いちゃうみたいな球も出ないし、オートマチックな感じで球が捕ま、自然な感じで球が捕まってくれるし、シャフトは自然な感じで加速してくれるし、これ多分ね、前作コンセプトもなんか重心角大きめで作るっていうコンセプトはあるっぽいよ。で、そんなにディープな感じもしないし、球拾いやすそうな感じもあるし、すごいこう、なんだろう、いろんな要素がちゃんと平均点以上ちゃんとこうクリアしていて、確かにすっごい特徴があるかっていう雰囲気でもないけど。じゃあこれ打ってみましょうか。お、ほう、ディアバナ。これは何が違うかというと、ロフト角が 9.5 度でございます。そしてディアバナでシャフトが入ってます、はい、あの三菱で作ったネクスジェ、4ネクスジェンのシャフトですね。カラーも PD っぽい雰囲気になってるのかな。さっき 10.5 でした。うん、わかんないんだけど、これは結構ロースピンに振ってんじゃねえかなって気がする。要するに若い人にも打ってもらいたいので、ちょっとしっかりめの純正シャフトも用意しましたみたいな感じなのかな。なるほど。でもその EI フリーって言っていいのかな、 EIF のシャフトが。絶対適当なこと言ったら怒られるよ。 EIF のシャフト振りやすいよ。あ、本当？僕それ好き。確かにそれと比べたら確かにしっかりしてるけど、手元がね。でも先端はちょっと動くから、だから PD をもっと柔らかくしてる感じなのかなぐらいの今雰囲気です。あ、シャフトのしっかり感が全然違う。ノーマル EIF とのその挙動の違いみたいなのね。でもちょっと速くなる。 48.9 なんかで振ってる感覚ないです。本当？たまたま体調がいいとかじゃなくて。いや、多分この後撮影する他のドライバーで見比べてください全部触れてたりして、まあ、全部触れてたらなんだ触れてんじゃんっていう。そうか、キュードヘッド。そんなにいかないね。いや、でもいいぞ。そんなに悪くないと思う。うん、あれでスピンどんな感じなの。ああ、やっぱあんま増えすぎないもんね、うん。いや、ちょっと捕まったらいいのかな、うん、なぜかダウンブローで打ってる人がいる。いい、もうちょっと前行ってほしいな。ボール所属70超えていい ね、 ね、いいじゃないですか、うん、球質は荒っぽくないね。結構安定系、ね、安定系ですね。だけど見たら意外とスピンが落ち着いてて。どっち買うか、柔らかい方EIF を買うか、そっち買うか、まあ、自分がコースで使うなら、まあこれぐらいのしっかり感は欲しいのかもしれないですね。それ石井さんが普通に使っても使えるぐらいしっかりしてんの？あの、EIF だとやっぱちょっとブーンっていったらどっか行っちゃう気がするんで。それは分かる。そっちはしっかりしてる。今僕結構頑張って打ってますよ。カスタムシャフトと比べてどんな感じ？僕最近 6S とか普通に入れてますからね。はいはい、それと比べるとそんな変わんない。まあちょっと先端が動くなっていう。なんか評判がいいから悪くないです。シャフト変えてみましょうか。はい、ちょっとなんかぶたたいてみようかな。はい、なんと今回ネクススレン史上初めてじゃないんだけど、久々の弾道調整機能ついてるらしいです。うん。まあちょっと負け
ちょっと老けちゃった。もうちょっと。キャリー280いってるから許してくださいよ。うん、すごいよ。キャリー280いってない。キャリー260。うん、キャリー260いってるから許してください。これね、スマッシュがやっぱり出にくいから、スマッシュ出るとね、本当に290以上、300ちらつくかな、ちらつかないかなぐらいの数字にはなると思う。これあれだね、なんか俺たち下手くそじゃねとか思われるのやだね、これ見てね。ミート率こんなんしか出てないんですかって言われて、僕ユピテルで 1.54 出ますよみたいなさ。速いヘッドスピード帯が出にくくなっちゃう。ああ、そうそうそう、それもある。あのロジック変更でね。だから遅くしたらさ、ミート率出るとき結構あるもんね。でもビビたるもんや、そんなビッグチェンジはできないよ。これだけトッププロが使ってる機械でそんな大きいビッグチェンジはできないよ。ないわけじゃないけどね、影響ね。やっぱこっちのシャフトの方が石井さんはお気に入りしましたか。ちょっと捕まっちゃうんですよね、やっぱね。鼻がふーってちょっと左にふわーっていくんで、ちょっと先端負けてるのかな、ちょっと押し切れないかな。でもいい球ですよね。ぶちこの数字を今日僕他のクラブで超えなかったらって思うぐらいいい数字です。いや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 、ネクシン、あと素晴らしいのはやっぱり価格帯がやっぱり安い。ああ、うん、そう。昔はね、昔話ばっかりするけどさ、テーラーメイドとかマグレガーがこの価格帯だったのよ。ガチ叩くとこうなっちゃいます。だからダンロップ、ブリヂストンとかちょっと高いクラブ買う人もいれば、はい、多いね、292。ちょっとガチ叩くと、あの左怖いな。ブリヂストン、ダンロップ、キャロウェイとかは高かった、はい、でテーラーとかマグレガーは安かった。それはいつの時代ですか。 R510 とか分かんないな、20年ぐらい前かな、はい、R300 とかの時代ですか。はいはい。じゃあせっかくなんでちょっと、はい、ネクストジェンの話をして、はい、ちょうだい。だからネクストジェン、その要するにそのセカンドブランドの価格帯なんですよ。はい。値段から考えたら、うん、値段から考えたら何の問題も多分ないです。正直あの完成度こんなに高いのって思います。セカンドブランドの価格帯って言ってますけど、うん、あのメインどころと戦って多分あんまり遜色がないぐらいいい数字も出ちゃう。人によっては、うん、でシャフトがこの、まあ、EIF のシャフトだと結構しなって動くので、あの多くの人にとって球をリラックスして捕まえるっていう、まあ、シャフトなのかな。あんまりこう叩いちゃう人とか手使う人からするとちょっと引っかかったりする可能性はゼロじゃないんですけど、その方はまあギアバナの方を使えばいいでしょうし、あの飛ぶ一発の飛びっていうよりはコンスタントに飛ばしてくれるっていうタイプのドライバーかなとは打っていて思います。でスピードも割と安定して入るのと、あの何よりでも僕の本当に見た目のデザインがかっこいいっていうか、あの全然例えばこれがじゃあまああの国内の大手のね、じゃあブリヂストンですとかヤマハですとかダンロップですで水野です新製品ドライバーですって言ってポッと置いてこられたら、お今回いい顔ですねって多分なると思うんですよ。で、うん、パッと裏側見てみたら、おネクストジェンなのみたいなぐらいの感じで、あの構えた感じのシルエットはすごい構えやすいと僕は思います。7と比べてなんか大きく変わった点とかありますか。あのまあ、ごめんなさい、ちょっと完全に僕も今記憶が定かじゃなくなっちゃってるんですけど、何せもう2年も前の話ですからね。そう、もうちょっと丸っこい感じのヘッドだったイメージが、はい、あとは後ろはこんなに張ってなかったですね。そうそう、なので、まあ、まあある意味今風っちゃ今風の設計思想なのかなっていう、ちょっとこう重心深めだったりとか、でも球すごい捕まってくれる感じがするんで、深い重心系のその右に逃げちゃうみたいなことは全くないですし、うんうん、あと打感もものすごいいい。なんか弾く音が結構しましたよ。ね、打ってる方にそんなに音弾く音そこまでは強くなくて、で金属が当たってるっていうよりはなんかオブラート1枚挟んでるなんかこうふわっていう感触もありながらちゃんと弾くので、はい、柔らかさも感じられるし、こんなベタ揉みしてどうすんのっていうぐらい良かったですそう、そんなベタ揉みしなくても大丈夫だけど、はい、石井さんが気に入ってくれてよかったよ。文句があるとしたら何だろうね。文句、まあ、強いて文句を言えばもうちょっとなんかデザイン力入れてもいいのかなっていうぐらい、もうちょっとこう
あのアピール度を出してもいいかな、ね、コスチュームね、ちょっとこうあのセットもののね安いドライバーって見間違えられてもっていうぐらいの感じは、前作のネクストジェンはやっぱ色がはっきりしてたなとは思うんですけど、ちょっと地味かな、ね、ちょっと地味かなっていうのは正直、でも多分こういうとこのあのへこみ、スリットとかおそらくこのこういうへこここのへこみとかもその強度をちゃんと考えてってやってるんだと思いますし、はいはい、そうだと思いますよ。でまあドローのウェイトがここにあって、でまあカチャカチャついてて、でまあフェースもちょっとなんかこう ミーリングじゃないけどちょっとこう跡が入ってて、でこの結果が出てくれて、でまあいわゆるその大手のメーカーさんのクラブよりもお安く買えるんだったら、あの予算コストパフォーマンスは抜群なんじゃないですか。素晴らしい、はい、あの何の今のところ不満がないです。予算いくらで何か買ってこいって言われて、あじゃあネクシン買おうかなって思っちゃうと思う。こんな人が合いそうみたいな人います？まあ、球が捕まるか捕まらないかで言えば捕まる方だとは思います、はい、だから、はい、左が怖い人っていうよりは、まあ、右に行ってほしくないなっていうタイプの人に、まあ、使ってほしいのと、あとこの、まあ、EIF のこのシャフトがすごい振りやすいのでタイミング取りやすいので、あのシャフトのしなりをあまり感じないんだけどとかっていうタイプの方なんかはこれをこうリラックスして振ってあげると、シャフトのしなりってこういうのなんだっていうのが感じやすいから、であんまりね変な方向に行きづらくて、ちゃんとなんかある意味なんかレールがこれあるかのようにここにちゃんと戻ってくるぐらいの、そんないい感じのシャフトだと今打てて思いました。こんなに褒めちぎるなんて珍しいじゃないですか。いやあのだから、はい、期待値の低さを出せる技かもしれない。なんちこと言うんだよ。というわけでありがとうございました、はい、いやあのとてもコストパフォーマンス抜群なクラブだと思います。もし時間が今日余ってたらメンバー限定動画で僕も打ってみたいと思います。ありがとうございました、はい、お疲れ様でした。